おっしゃる通りとかもあるじゃないですか。あ、ありますね。はい、じゃあ英語に3、2、1、0、ゴー。そして普段もう日本語ではね、パッパッパって皆さん使ってると思うんですけども、それをじゃあ英語にしようとすると結構ね悩む人もいるんですよね。そうですね。承知しましたって言いたい時に、そうですよね。OK だとちょっと失礼かもしれないですよね。Hey everyone, it's TK, your English coach! 皆さん、こんにちは。2万人以上のビジネスパーソンに英語を教えてきたビジネスメイツの英語コーチのヒカです。こんにちは、生徒のキムです。いやー、キムさん、はい、日本語でね、難しいなんかビジネス用語で、はい、きちっとしてるフレーズっていうのがあるんですけども、はい、例えば、承知しましたとかあるじゃないですか。はい、それって英語にできますか？皆さんどうですか？はい、3、2、1。確かにできないですよね。パッと出てこないですよね。うん、あとじゃあおっしゃる通りとかもあるじゃないですか。あ、ありますね。はい、じゃあ英語に3、2、1、0、ゴー。確かにパッと出てほしいですね。出てこないですよね。日本語ではあんなしょっちゅうポン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 ね、承知しました承知しましたって使うのに、英語にすると出ない。じゃあそれを皆さんもね困ると思いますので、今回の動画ではね、6つのフォーマルの言い回しを英語でどう言うのかっていうのを答えていきたいと思います。はい、はい、ぜひ教えてください。はい、では最初からですね。最初のはですね、承知しましたっていう時なんですけど承知しました。まあ意味で言うと、日本語ではね、わかりましたってことですよね。まあわかりましたですよね。でこれ英語で言うと、なんかぶっちゃけこれ OK じゃないですか。まあ OK でもなんか OK でもないんですよねだってこれフォーマルの言い方ですもんね。そうですよね、うん、はいはいはいだったら OK でいいんだけど、承知しましたって言いたい時に、そうですよね、 OK だとちょっと失礼かもしれないですよね。英語で何と言えばいいですか。まあ英語ではいろいろあるんですよ。例えば、It would be my pleasure。It would be my pleasure。聞いたことあるでしょ。ありますね。はい、とか、Certainly, absolutely って短いフレーズもあるし、No problem at all, of course とかね、いろいろありますと。いろいろあります、ね。じゃあどうやってこれ使うかっていうのがポイントになってくるんですけども、はい、実は前に作った動画がありましてですね、ちょっと皆さんもちょっとご覧ください。When our guests arrive, please take them to the second floor. Of course.Kim-san, can you bring the card key on the desk? Oh, no problem at all. Convenience time. Oh, are you going to the convenience store? Yes. Oh, I'm sorry. Could you get me a cup of coffee? Absolutely. Oh, could you also get a cookie? Certainly. A chocolate chip cookie, please. I'd be glad to. Actually, could you make that an ice, caramel frappuccino with, no syrup, double shot? Okay, okay. Oh, no whipped cream. And a donut, please. Is that okay? It would be my pleasure.いや、さすがにコーヒーにそんなになんか頼むことってないんですよね。いや絶対わざとですよね。だって普通にね、買いに行ってくれるみたいに言ってきたでしょ。はい、だから頼むの普通じゃん。いや、そんな頼みすぎですよ。いや、でもだから聞いてくんだから。頼みすぎで、頼みすぎ、頼みすぎ。いや、でもあの態度はないから。頼みすぎ、頼みすぎ。最後ドアダーンってしてた。すごかったよ、あれ。一応役員。そう、はい、怖いね。まあ、今回はですね、いろんなフレーズキムさん使いましたよね。うん、承知しましたって、だんだんフォーマルになっていったの分かりますよね。はい、なんでだんだんフォーマルになったんですかね。怒ってたから。そうですよね。怒ると逆にフォーマルになるって面白いですよね。はい、でも、英語ってそうなんですよ。最初はカジュアルでフレンドリーで、そしてだんだん、んってなってくると、わざと、丁寧に心こもってないのに言うっていうのが何ですか、ちょっとの意地悪まあまあ見ていきましょう。例えば最初はですね、 Of course Of course Of course もちろんですよね、うん、それが承知しましたっていうちょっとフォーマルな感じになるんですか。あ、インフォーマルの感じですよね、うん、カジュアルの感じですよね。あ、でも OK よりは上の段階。あ、まあまあ OK よりはね、はいはい、そうですね、もちろんみたいな感じですね、うん、もう一個がもうちょっと上げると No problem at all。 Oh, no problem at all、はい、だんだんね、ちょっと長い文章になってきましたね、うん、はい、No problem at all、 ちょっとフォーマル感がある。そして他に使ったのが AbsolutelyAbsolutely. これもまだね、あのフレンドリーですね。まあ、一つの単語でポッて言ってるから、はい、でも OK よりはまあいいかもしれないですね。うん、もう一個が Certainly. Certainly.、うん、
certainly は absolutely よりは若干ねちょっと固めの表現なんですけども、うん、まだキャジュアル感はねそれなりにあります、うんうん、certainly と、はい、でだんだんここからフォーマルに上がっていくんですけども I'd be glad toI would be glad to. そう、もう would とか使ってくると、はい、結構フォーマル感があるんですよね。would ね、はい。Would you please? とか、うん、I would like? とか、うん、この would なので、I would be glad to. I'd be glad to. I'd be glad to. 喜んで。うん、はいですね。そして最後に、it would be my pleasure. Oh, it would be my pleasure. はい。そしてここではね、その前のが、I'd って言って、I would じゃなくて、I'd って短くしてますよね。はいはい、まだちょっとそれだとキャジュアル感があるんですけども、うん、そういう短くしなくて、もう、It would be my pleasure って言うと、一個ずつ単語ね、こうやって発音していくと、うん、フォーマル感がグワッて出るんですよ。ああ、いや、うん、一番最上位のフォーマルってことですね。そうそうそう。あそ一番フォーマル感出したいときに、It would be my pleasure。ドカーンってドカーンやるといいかもしれないですね。何がいいんですか。いやいや、はい、ではちょっと皆さんもですね、声出してちょっとリピートしましょう。はい、最初。Of course! Of course! Of course!No problem at all. No problem at all. No problem at all. Absolutely. 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 Certainly. 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 I'd be glad to. I'd be glad to. I'd be glad to. It would be my pleasure. It would be my pleasure. It would be my pleasure.ドカーン。はい、じゃあ次の硬い日本語っていうのがですね、聞き取れなかった時ですよね、はい、もう一度聞きたい時にこんな感じで、うん、もう一度お願いできますか。あ、ありますね。もう一度お願いできますか、はい、もう一度お願いできますかってね。ありますね。でも確かにこれはなんかあの One more time とか One more time、うんうん、いいそう、うん、One more time? One more time? ってまあまあ悪くないけど、まあちょっとその日本語のフォーマル感がないですよね、はいはい、もうちょっとちゃんと言うにはいろんな表現があるんですよね、はい、What do you mean? とか、うん、Hey, could you say that more slowly? とか I don't think the connection is very good. Could you say that again? はい、はい、ですので、まあ、インターネットのコネクションが悪い時にもこうやって言い直したりとかもありますので、うん、そうですよね、はい、私もひかさんがたまにめちゃめちゃ早口なので、その時にすみません、もう一度お願いできますかって何回もこう聞いたことがあるんですけど、はい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 、例えばこんな感じですかね。あ、こんな感じ。 So that's 建前 and 本音。What do you mean? It's like behavior and true feelings. What do you mean? My actions and how I feel may be different. What do you mean? Are you doing that on purpose? Sorry, but could you say that more slowly? I was walking down the street the other day and someone came up to me out of nowhere and just started to sell me some CDs.I'm so sorry, but could you be more slowly? Yeah, I was walking down the street the other day and someone just came out of nowhere and started to sell me some CDs. I'm terribly sorry, but could you say that more slowly? Yeah, I was walking down the street the other day and someone... Are you doing that on purpose? An analysis of a peach based I'm sorry, I don't think the connection is very good. Could you say that again?Oh, sorry. Hello? Hika-san? Yeah.切れちゃったね。切れましたね。でも本当に聞こえなかった時、なんかいろんなパターンがあるなと思ってまして、はいはいはい、その時に使えるフレーズまた違いますよね。What do you mean?ドカーン。いやいや、そうです、そうです、いろんなフレーズがあって、うん、あの場合によってちょっと違いますから、そこの違いを分かった方がいいですよね、うん、はいはい、例えば、はい、What do you mean? よく使ってましたよね、はい、これはね、聞き取れなかったっていうか理解できなかった時なので、うん、どういう意味ですかと、あ、どういう意味ですか、うん、どういう意味ですかって聞きたい時、うん、なので聞き取れたとしても知らない単語とか、うん、その内容についてそこまで詳しくない場合に、うん、What do you mean? って使うといいですよね。 What do you mean? そうそうそう。 What do you mean? What do you mean? What do you mean? そう。そして相手が早口の時、それ私ありましたよね、なんかありましたね、うん、I was walking down the street って言って何それバーって喋って、いや、Are you doing that on purpose? そうそう、わざとやってなかったけどね、うん、まあちょっとやってたかもで、まあ、そういう時には Could you say that more slowly?
ですよね。こんな感じで言いますよね。もっとゆっくり話してっていうとですね。そうですね。Could you say that more slowly? もっとゆっくり言ってと。そう。そして最後のパートが回線だったよね、問題が。あ、そうですね。今のね、ウェブ会議とかで結構ありますよね。はいはい。ヒカさん、たまにわざとするって噂を聞いたことがあるんですが。私はフィリピン出張行ってる時にね。ちょっとミーティング中にちょっと気まずいことなんかいろいろ詰められてる時には、あ、すみません、あ、うん、ちょ、来た、あ、ああ、社員の皆さんご覧いただけますでしょうか。バレない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 。こうやってね、こうやってやってお城から誰か通るとね、あ、やばいやばい。はいはい、ありあり、いや、それはないんですけども、こういうコネクション問題という時もありますので、そういう時にはコネクションがあんまり良くないそうなんですけども、もう一度言っていただけますかっていう、こういうフレーズがありましたよね、はい、I don't think the connection is very good. Could you say that again? ってありましたね。あ、確かに、はいはい、でもなんかこのフレーズすごいなと思ってるのが、あなたのこと聞こえませんよみたいなじゃなくて、うん、まあ、つながりが悪いそうですというなんかちょっと丁寧な表現といいますかね。はい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 、うん、そうですそうですそうですね、丁寧ですそれは、うん、はい、じゃあちょっと皆さんもね、ちょっと声出して、もうちょっと発音の練習とかもしていきましょう。はい。じゃあ最初はですね。What do you mean? What do you mean? What do you mean? いいですね。はい。そして次が、Could you say that more slowly? Could you say that more slowly? Could you say that more slowly? で、最後のフレーズですね。I don't think the connection is very good. Could you say that again? I don't think the connection is very good. Could you say that again?I don't think the connection is very good. Could you say that again? はい、こんな感じですね。いや、だから皆さんも今度ね、もう一度お願いできますかっていう時には、場合によって意味がわからない時、早すぎて聞き取れなかった時、もしかして回線が悪い時に使い分けて実際に使ってみるといいと思います。はい。はい、では次がですね、おっしゃる通りっていう言い回し、よくありますよね。おっしゃる通りですね。もう相手に賛成している時ですよね。あ、そうですね、うん、同意してる時に、同意してる時に私よく使います。社長と会話してる時に、うん、おっしゃる通りですね。いや、その通りです。おっしゃるリアル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 そんな感じで使うんですけども、いろんなね、それも言い回しがありますね。例えば I completely agree with you ですよね。もう完全にね、賛成してますとかね、はいはい、それから As you said 先ほどおっしゃった通りって言って、うん、まあ言う時もあるし、もうちょっとキャジュアルな感じで You're right、ね、oh, はい、You're right You're right Exactly、oh. Absolutely、はいはい、とか、そしてもっとね、ちょっとハイレベルのおっしゃる通りっていうフレーズも今回紹介したいと思うんですけども、You hit the nail on the head ですよね、うんうんうん、はい、どういう流れで使えばいいかご紹介してください。あ、そうですね、これはね、動画に撮ってますので皆さんも一緒にご覧ください。 How are the new employees? Oh, they are really nice. But they all mentioned that it's too quiet in the office. So, I think it's a great chance to change the office atmosphere.You hit the nail on the head! Let's discuss this 30 minutes later. So, any ideas? I think we need to find out the reason that the office is quiet. Absolutely! So, why do you think the office is so quiet? Because there is not much noise. Exactly!So, to solve the problem, we need to... To make some noise? Exactly! Maybe we can have some background music, like a cafe! Oh, you're right. Background music is a great idea. So, I came up with a list of possible music. Great!But I'm worried that some people might not like your kind of music. As you said, everyone has different tastes. So I had a company survey. And the result is right here. Also, we can change the list every month. Great! Our president will certainly approve this idea with this data. Could you please prepare the proposal and present it to the president? Roger that.So, when should I give my proposal to the president? Oh, I heard he's going on a business trip next week.
Oh, then we should book a meeting right away. Please call him. You're right. Let me call him. Hey, how are you doing? Yeah, I'm doing great. By the way, are you available this Wednesday at 3? I want to talk about having background music in the office. Yes. I completely agree with you. No music in the office. Thank you. Bye. No music? No music. Why? He said he doesn't like music. いやー惜しかったねキムさん。私めちゃめちゃ欲しかったね。ねえ BGM 欲しかったよね。まあね、社長も見てます。まあそう、まあいろんな問題があるしね、BGM あるとね。まあそれよりね、おっしゃる通りっていうフレーズをすごいいろいろ使ってましたよね。はい、そしてそれをですね、ちょっと振り返ってみたいと思うんですけども、最初にパッて言ったのがですね、私はびっくりして言ったの覚えてますか？なんかネイルみたいな。ネイル、そうネイルは釘ですよね。はい、そして釘の頭がヘッドって言うんだけど、フレーズが You hit the nail on the head、ちょうどね、釘の頭のとこに当てた、パーンってことですね。パーンって綺麗に入った、もうおっしゃる通りっていう時に、まあちょっとカッコつけて言うんですけども、いいと思いますね。はい、それ使いましたね。あとは Absolutely とかも短く言いましたよね。Absolutely、その通りだよとか Exactly もありましたよね。Exactly、 そう、そして You're right、 そう、あなた正しい、おっしゃる通りっていうのもあったんですね。はい、まあ言い方にも言うと、まあ you're right だと、まあ確かにねみたいな感じのニュアンス。確かにニュアンス大事ですよね。ニュアンス大事、you're right なのか、you're right なのか、全然違うね。はい、そして as you said、私はいやこうじゃないのって言った時に、いや as you said、 おっしゃる通りそうですっていう時に、as you said って使いますね。はいはい、そしてもう一個が、私がこれ社長に言ったと思うんですけども、 I completely agree with you って言ってましたね。もう完全にあなたに同意してます、完全に同意してますと、そうそう、まあいろんな言い方がありますよね。はい、じゃあおっしゃる通り、これをですね、ちょっと皆さんも声出してやっていきましょう。はい、最初がですね、ちょっと難しいやつなんですけども、 You hit the nail on the head、 You hit the nail on the head、 You hit the nail on the head、 Absolutely、 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 Exactly、 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 You're right、 You're right、 You're right、 As you said、 As you said、As you said, I completely agree with you. I completely agree with you. I completely agree with you. 特にその completely っていうところにすごくガンってね、力入れるといいと思いますね。はい、じゃあ皆さんもおっしゃる通りっていう時にですね、いろんなパターンがありますので、ちょっとそこを使い分けて皆さんも使ってみてください。ここでお知らせです。動画の概要欄にある URL からビズメイツの公式 LINE 友達に登録して、簡単なアンケートに答えるだけでオリジナルフェイスブック10冊が無料でもらえます。ビジネスで覚えておきたい基本動詞名詞などの完全攻略ブック、新別品質英語フレーズブック4冊、英会話に必要な最低限のフレーズ150選など、すべて私シカが厳選した全部600選のフレーズブック10冊をプレゼントします。ぜひ見逃さずプレゼントを受け取って、皆さんの英語学習にご活用ください。はい、次はですね、賛成です。で、賛成ですってなんか、agree を使いたいんですけど、なんか agree 以外の表現を知りたいですね。バリエーションを増やしたい。まあそうだね、 I agree とかもいいんですけども、賛成って言っても温度差っていうのがあるじゃないですか。あー、なんかさっきの you're right みたいな。そうそうそう、すごい賛成と、まあ少し賛成、まあほんの
少し賛成って違うじゃないですか。あ、それによって表現変わるんですか。それによってやっぱり表現は変わりますね。あ、はい、うん、気になります。言い方だけじゃなくて表現も変わるっていうのが大事ですね、うん、なので例えば I totally agree with you、うん、これどう、すごい賛成、すごい賛成で分かりますよね、はい、そういう場合もあるし、例えばもう一個が、That's one way of looking at it、That's one way of looking at it、 それは、まあ、Totally agree with you に比べたらちょっと賛成に聞こえないですよね、はい、聞こえですね。そうそうそう、だからもう本当にね、言い方もそうなんですけども、うん、使うフレーズによって全然その賛成のレベルが変わってきますので気をつけなければいけないねえ、でもそれってヒカさんの声のレベルによってなんか変わるんじゃないですか。例えばなんか I totally agree with you とかだったら 100% に聞こえないんですけど、まあまあ、あ、じゃあまあ、とりあえず見よう。あ、使い方見ましょう。はい。ヒカさん、Do you have a minute? Sure. Well, our president wants us to make a new business t-shirt for this summer event. Really? Yeah, I know. We don't have a budget and we still have boxes of t-shirt from the last event. I totally agree with him. Let's start working on the new design now. Why do we need another t-shirt design? Well, no one likes the old design. Actually, that makes sense. So, I came up with some ideas for our t-shirt design. It has our company colors, so it's easier to identify business than the old one. That's true. Okay, so here's the second one. What's wrong? All of my designs were rejected. Oh, I see. How about putting on Hika-san's face on the shirts? Huh? Why? So first, he is a kind of business mascot. And second, he has a lot of fun and everyone likes him. Finally, we can use his photo for free. I guess you can say that, but... I think his idea is excellent. But honestly, it doesn't look so good. We should think outside the box, Kim-san. This is very practical. We have a mascot, our logo, and we should add a QR code and a slogan. And if we wear this shirt in the street, maybe we can get more YouTube subscribers. That's one way of looking at it. Oh, okay, okay. I will show this design to our president. It got approved. Yeah. よく通ったね、あのデザインね。通ると思わなかったんですか。いや通ると思ったな西川さんに言ってください、それは。さすが西川さん、はい、まあそこで、ね、結構長い動画だったけど、いろんな賛成の言葉がありましたよね、うん、覚えてますかね。例えばあったのが That's one way of looking at it とか言ってたよね。 ありましたね。それはどうですかね、あんまり賛成、まあ、I totally agree with you に比べたら賛成度低いんですけど、うん、そう、私が、まあ、大体 20% ぐらい賛成するときには使うといいと思いますよ、うん、20% のときは That's one way of looking at it、 そうね、言い方もなんかあんまり自信なさそうに言うといいとですね。あ、 That's one way of looking at it、 まあでもそれぐらいだったらなんかあの反対ですとは言えないけど賛成とも言えない、なんか真ん中のちょうどいいフレーズですよね。そうだね、そうだね、まあ一つの、まあ、見方だねって、そういう見方もあるねみたいな感じですよね、はいはい、うん、はい、そしてまあもうちょっと上げて 40% ぐらい賛成するときには、うん、I guess you could say thatI guess you can say that. まあそうとも言えると思うんですけれどもって感じですよね。それでこれもね、言い方によって結構早口で I guess you could say that って言うと、まあちょっと賛成の方によりますし、うん、もっとゆっくりさっき自信なさそうにね、さっきのフレーズと同じく言うとまたちょっと賛成じゃない方になるので、うん、I guess you could say that 、ね、これだと全然違う、言えるけどねみたいな、そう、 I guess you could say that、 ね、これまた全然違ってきますよね、はいそんな感じで使い分けると言いますね、うん、そしてもうちょっと、もうこれはね賛成寄りですね、賛成寄りの時は、うん、
that's true. Oh, that's true. No. 確かに。間違ってないよね。そうそう。That's true. That's true. そしてちょっと自信ない時にも That's true. ってちょっとね、oh. あの質問みたいな感じで That's true. でやるのもいいですね。でも普段はもう That's true. That's true.、うん、いいと思いますね。はい、そしてもうちょっと賛成っていうのを気持ち出したい時にはですね、うん、That makes sense、うん、うん、こんな感じがいいですね。 That makes sense, That makes sense. いやこれロジカルだよねと、うん、これは理論的だよねと、センスあるね、 That makes sense、うんうんうん、でちょっとねジェスチャーもあるとね、はいはい、うんうんうん、That makes sense、 びっくりした、 That makes sense、 うん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 、なんかこれでね逆にね That makes sense って言ったらなんかね違和感からちゃんとね、うん、こんな感じで、はい、うん、そして 100% ねもう賛成するときですね、私がよく社長に言う言葉なんですけど I totally agree with you、 I totally agree with you、 totally のとこにちょっと強めに言うと、うん、完全に賛成ですよね。あ、そうですね、はいはい、もう私もひかさんによく言うんですけどね、聞いたことないよ、いや、こういう顔で言いますよI totally agree with you それもブブー、それまでやめた方がいいですね、はい、うんうん、でもなんか 100% からこう 20% まで表現があると思うんですけど、うんうん、例えば結局これってなんか慣れだと思ってまして、うんうん、私は、今の言葉って、まあ、60% ぐらい賛成するから、あ、60% ってなんだっけ、あ、That's true, That's true じゃなくて、うんうん、普通にこう会話の練習の中で自分の中のこうニュアンスを作っておけばいいなと思うんですね。まあそうだね、うん、そうそうそう、おっしゃる通りですね、おっしゃる通りですね、出た出ただから会話の練習をしたい方はぜひビズメイツに、うん、はい、まあじゃあこれで声出してですね、ちょっと発音を練習していきましょう、はい、はい、最初はですね 20% 賛成の時ですね、うん、That's one way of looking at it, That's one way of looking at it, That's one way of looking at it. じゃあ 40% 賛成の時ですね、 I guess you could say that, I guess you can say that, I guess you could say that. はい、 60% 賛成の時、That's true. That's true. That's true. はい。で、80% 賛成の時。That makes sense. That makes sense. That makes sense. で、100% 賛成の時ですね。I totally agree with you. I totally agree with you. I totally agree with you. はい、こんな感じですね、はい、ちょっとあんまりここね 20%、60% とかね意識しちゃうと言えなくなるので、うん、さっきキムさんがおっしゃった通り話しながら自分が言いやすいフレーズをですね自然に慣れてくるっていうのが一番いいと思います、はいはい、何度も声かけて練習してみてください。はい、はい、では次行きましょう。はい、はい、次は反対なんですけども、うん、反対するときもちょっと気をつけなければいけないのが、うん、相手に反対するっていうのは相手がちょっと傷つく、失礼と思うリスクもあるんですよね。あ、そうですよね、はい、強く言うと。そう、だからあんまりねはっきり、特に最近の英語圏、うん、特にアメリカではですね、人を傷つけるとかね、はっきり物を言っちゃうっていうのはすごくねセンシティブにの社会になってるんですよ。だからねすごく、ね、気使って話さないとちょっと痛い目に遭う可能性もありますよね、はい、今回の反対するときにクッション言葉、日本語で言うとクッション言葉、英語で言うとソフィナーなんですけども、はいはい、ちょっと柔らかめにちょっとクッションを置いてからパンチするみたいな感じです。はいはい、置いてからパンチ置いてからパンチする、はいはい、で枕があると、うん、ポンってやったら痛くないじゃないですか。あ、まあ、そうですね。そうそうそう。でもそういうクッション言葉すごいまあ大事なというのが分かるので、はい、どんな感じで使えるのかちょっと見てみたいので。そう、知ってるクッション言葉、英語の。Sorry to bother you とか。まあまあそれいいですね。Sorry to bother you、 ちょっと邪魔して申し訳ありませんね。なんかお願いするときとか使いますよね、うんうん、まあ、いっぱいあるんですよ。例えば I'm afraid とかですね、うん、これ残念ながらみたいな、申し訳ないですとか、はいはい、そう I'm afraid I have to disagree、 残念ながら賛成できないとかですね、とか、いや、I understand your point, but、ね、あなたのポイント理解 しますけども、でもって入れると、うん、もう反対と分かりますので、うん、とか I see what you're saying, but、ね、あなたが言ってること分かるけどでもとかね、うん、はい、まあいろんなこういうフレーズがありますので、いろんなクッション言葉と反対っていうのをちょっと動画で見てみましょう、うん、はい、どうぞ。Do you have any ideas for our YouTube channel? No, not yet. How about a video of me fishing? It would be fun!
A fishing video? Yes, I go fishing every weekend. And I can also make sushi. I might be totally off base, but would our president approve? Well, I think entertainment is very important. So I can explain how to fish in English. It would be so much fun. But I'm just concerned. Would our viewers really enjoy learning how to fish in English? Look at this YouTuber! He makes fishing videos and gets millions of views. It's amazing! Oh, look at these comments! People actually enjoy his videos. Maybe our channel will grow if we make videos like this. I see what you're saying, but why fishing? Because I like fishing. It's my hobby. I'm good at it. Look, entertainment is very important for YouTube videos. So let's give it a try. I understand your point, but actually, we don't have enough time to go to Shonan and film for hours. Well, you don't have to come. I can take the video myself. Eh? So, I'm going to go to Shonan this weekend. Camera check. Battery check. It'll be an awesome video. So everyone is okay with this project, right? I'm afraid I have to disagree. This is what our president said. いやいやいや、なんであのね、フィッシング動画却下されたか、いまだにわからないんですよ。皆さん、私のフィッシング動画見たいですよね。見たいと思っている方は、ぜひコメントしてください。お待ちしてます。はい、釣りです。いやーね、本当に、まあ、いいんですけども、今回の動画ですね、反対したのがいっぱいありましたよね。いっぱい反対されました。いっぱい反対されたんだけど、はい、でもそこまでぐすって来なかったのが、クッション言葉があったからですよ。なるほどですね、うん。ちゃんと皆さん使ってくれましたね。西川さんもキミさんも。あ、そうですよね。西川さん使ったっけ？使ってないかもしれない。はい。で、じゃあどういうフレーズがありましたかっていうと、うん、最初にですね、なんかちょっと難しいのを使ったと思うんですけど、キミさんが。I might be totally off base, but っていう、このオフベースっていうのは、うん、まあ野球から来てるベースってあるじゃないですか。はいはいはい、一塁、二塁、三塁、ホーム、うん、ベースっていうんですけども、ちょっとベースから離れてるかもしれないと。うん、ちょっとポイントが離れてるかもしれないっていう時に、ちょっと入れるんですね。なるほど、まあ。私がちょっとポイント外れてるかもしれないんですけども、これはちょっと違うんではないですかっていうね。ああ、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、みたいな、ね。そう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 。I might be totally off base、うん、っていうのを使います、はいはい、他にあったのがですね But I'm just concerned いやただしさなんか私がフィッシング動画作りましょうって言った時に、うんうん、ただしこれもただしから入ってるのはいいけど、ただしいって言ってるんですよね。そうですね、うん、ちょっと心配事があってと。そう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 。そしていいけどは言ってないんだけど、バットから入ってるから、ね、バットの前に何かあるんだなっていうのは予想してるので、うん、それはアイディアとしてはいいんだけどっていうのがあるっていうのが分かるんですよ。うん、I'm just concerned, but,、うん、but I'm just concerned. そうそうそう、はい、so, it's a good idea, but なんですね。So, but I'm just concerned. ただしちょっと気になることがあります。って言ってここで気になることを後ろに入れると懸念点を入れるんですね。 I'm just concerned that our president will say no、うん、I'm just concerned that ないないない、うん、すごい使いやすいフレーズだと思います、はいはい、他にあったのがですねあ I see what you're saying、oh. butI see what you are saying. そうそういや、おっしゃること分かるんですけれども。そうそうそう。おっしゃってること分かるんですけどもっていうのを一回入れると、あんまり気づかないですよね。そしてもう一個が、これもうね、同じなんですけども、I understand your point, but... I understand your point.、うん、そう。あなたの意見を理解してますけども、でも、だだだって、ね、そうですね、言いますね、うん、そして最後に言ったのがですね I'm afraid I have to disagree、うん、一番強いですね一番強い強い、うん、そうそうこれ結構ねダイレクトなんですけど I disagree I have to disagree だけだったら結構ダイレクトです、うん、I disagree が一番強いんですけどそうです、ねはい、I have to disagree っていうのは
なんか仕方なく仕方なく反対しなければいけませんってね、それちょっと柔らかくしてる。 そうですね、そしてもう一個 I'm afraid が残念ながらっていうのも入れてるでしょ、うん、そうですね、恐縮ですがちょっと反対しなければならないです。そうそう、だからねクッションが2つ入ってるんですけども、まだ先ほどのフレーズに比べたらダイレクトなんですよね、はいはい、そう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 ですよね。こういうクッションフレーズって知らなかったら、うん、心的にはちょっと遠回りしたいけど言い方わからなくて、うん、Sorry, I don't think so とか言っちゃう言っちゃう、うん、だから相手もそうですよね、なんか本当私がなんかこうジェスチャー的になんか I'm sorry but I have to disagree みたいな、うんうん、使ってもでもなんか言葉的にちょっとあれですよね。だからこのクッションフレーズって本当に覚えておいて損はないと思います。いや本当にそうなんですよ、うん、そして先ほど言ったんですけども、やっぱり非常にセンシティブな社会にもなってきているので、はい、やっぱり反対するときはちょっと気使ってこのクッション言葉を使うといいと思います、うん、はい、はい、皆さんもぜひやってみてください。はい、ではじゃあちょっと声を出してですね発音の練習をしてみましょうね。はい、じゃあ最初の方がですね I might be totally off base but I might be totally off base but I might be totally off base but but I'm just concerned but I'm just concerned but I'm just concerned I see what you're saying but I see what you're saying but I see what you're saying but I understand your point but I understand your point but I understand your point but I'm afraid I have to disagree I'm afraid I have to disagree I'm afraid I have to disagree はい、こんな感じですね。覚えておきます。はい、で最後のちょっと硬い日本語のフレーズになるんですけども、ご対応ありがとうございます。あ、ただのありがとうございますじゃなくてご対応いただきましてありがとうございますってことですね、うん、そうですね、何か助けをしてくれた、うん、なんかお願いの対応してくれた、そうですね、対応してくれる前にも使えますね、うん、はい、うん、でここで本当に感謝を見せたいときに使うんですけども、うん、はい、まあ、日本語ではそうですよ ね、 そ、 うですね、そして英語に、ね、同じくそうなると、うん、感謝を見せるってもサンキューではダメなんですかってちょっと普通に思っちゃうじゃないですか、はいはい、私はよく受講生の方とね話すときにすごく感謝しようとしているときも言い方で言うんですよね。あ、ひかさんThank you! って言ってね、それすごい伝わるのでいいんですけども、はいはいはい、感情だけでなくて、いろんなフレーズもありますので、感謝を伝えたいときには、こういうフレーズもありますっていうのを今日学べるといいと思いますね。はい、Thanks! Thank you! Thank you! Thank you! っていうのがありますし、他のがね、例えば、Thank you for your flexibility! ね、だから何のためにお礼しているのかっていうのは一つ重要な、まあ、感謝を見せるときに、やるスキルっていうかティップですね。 Thank you for 何々 Thank you for your hard work Thank you for your flexibility Thank you for your help。 ここまで言うとちょっと感謝が伝わる、ね、ただの Thank you だけじゃなくてじゃなくて、はいはい、そう。そしてもう一個のが例えば Thank you for handling my request so quickly I appreciate your timely support とかちょっと長いですけども、長いですね、そう、まあ、そういうのいっぱいあるんですよ。例えば、うん、Thank you for your help. We're really grateful for 9999.、うん、We always appreciate.、まあ、こんな感じのね。はい、これをね、うん、じゃあどういう時にどういうふうにどういうニュアンスで使うのかっていうのをちょっと皆さん見てみましょう。はい、はい、こちらです。Hi, Kim San. Here's the data you asked for. 3 years worth of data from our team. Oh my goodness.Thank you so much for your help. We're really grateful for your support. No problem at all. We always appreciate your team's hard work. Aww. Friday, 6 p.m. Are you free after this? Let me buy you a drink. Oh, sure. Is a soft drink okay? Nuh-uh. Only alcohol is allowed. Let's go! No, no, no! Hika-san.Have you checked the file I sent you this morning? Sure. I already made some comments and sent it back to you an hour ago. Really? Thank you for handling my request so quickly. No problem.
And if you have some time, could you please check this if there are any mistakes?Here. I appreciate your timely support. No worries. Is everything okay? Yes. Oh, by the way, I like your tie today. Is it new? Yeah, I just bought it last week. They had so many variations at this shop and I was like deciding which one should I get. You know, I have red, I have yellow, blue. Yeah. And I decided finally this one. And oh my goodness, it goes well with everything.Can we reschedule our meeting today? Okay. How about Friday at 6 p.m.? I'm going home at 5 p.m. on Friday. My new shoes will arrive. I see. How about next Monday at 2 p.m.? 2 p.m.? I'll work from home next week. My medaka is sick.Can we change it to an online meeting? But you have over 300 medakas. No, 300. Never mind. I will inform everyone about the change. Thank you for your flexibility. Or can we cancel the meeting? Of course not.ヒカさん、こうやって私とのミーティングキャンセルしたの何件だと思います?やめてください。いやー、わかんない、わかんない。そういう時もありますよね。うん。でも感謝の気持ち、ありがとうございます。じゃあキーフレーズ見ましょうか。はい。じゃあキーフレーズはですね、最初に Thank you for your help. We're really grateful for 何々って。Thank you for your help. Thank you for your support. We're really grateful for 何々。そうね。何のためにやってるのか、何のために感謝示しているのかっていうのを言うといいです。サンキューだけだと理由が言ってないので、はい、ちょっと足りないところがあるんですよね。そうですね。はいはい、あとそのマーケティング部署としてそのプロダクト開発チームに感謝してるってことなので、うん、We are grateful と使いました、うん。そうだね、We を使いましたよね。うん、そしてミシェルさんの方が、うん、We always appreciate your help とか your support とか言ってましたよね、はいはいはい。そう、それもミシェルさんからの感謝だけじゃなくて、ミシェルさんの部門からの感謝っていう意味で、うん、We を使ってますよね。はい、はい、はい。はい、良かったですね。はい。仲いいね。いいです。はい。で、もう一個のフレーズがですね、Thank you for handling my request so quickly と。ここで、ね、for の後、ing、ね、名詞も入れますし、Thank you for your help, Thank you for your support。もしかして、ing で動詞をですね、Thank you for handling my request so quickly。ああ、handling ですね。So, はい、はい。Thank you for going to the convenience store to buy me a cup of coffee。ああ、Thank you for ing。So, Thank you for cleaning the office。こんな感じで使います。ね。そして、I appreciate your timely support。この I appreciate っていうのも感謝してますっていう時に使いますよね。はいはい、なんか早く対応してくれて、なんか早速ご対応いただきありがとうございます。を英語で言いたかったんですけど、このフレーズがすごい良かったなと思います。うんうんうん、ああ、なるほど。うん、その素早い、あ、そうですね。対応ですね。そうそう。I appreciate your timely support. ここでよくね、for を間違えて入れちゃう人がいるんですけど、うん、I appreciate for your time. For はね、いらないです。うん、I appreciate your timely support. あ、でも thank you for ing ですよね。そうです。Thank you for の時はいるんですけどね。うん、はい。Appreciate の時はいらないと。で、fast とかじゃなくて fast とかなんか quickly じゃなくて timely。ああ、thank you for your quick support でもいいけど、まあ timely の方がまあちょっとフォーマル感がありますよね。そうなんですね。うん、but no, thank you for your quick support.とか大丈夫ですよ、うん、Thank you for your quick response とか大丈夫ですね。で最後のがですね、 Thank you for your flexibility、 あ、まあ、柔軟にご対応柔軟にって、はい、そうすごい日本語ではよく使う表現なんですけど、なるほど、うん、ちょっと特別のお願いの時にね使えるから、まあ、それもそうですし、なんかややこしいこととかちょっと柔軟にこう調整いただいた時に先方にありがとうございますって、はい、そうですね、はい、Thank you for your flexibility いいですね、flexibility、はい、まあこんな感じですね。だから皆さんもね、感謝を示すときにはただのサンキューだけじゃなくて、その理由、なんでサンキューなの、もしかしてサンキューじゃなくて I appreciate とっていう単語も使ったりとかもいいと思いますね。じゃあ声出して発音練習していきましょう。はい、はい、
Thank you for your help. We're really grateful for your support. Thank you for your help. We're really grateful for your support. Thank you for your help. We're really grateful for your support. We always appreciate your help. We always appreciate your help. We always appreciate your help. Thank you for handling my request so quickly. Thank you for handling my request so quickly. Thank you for handling my request so quickly. I appreciate your timely support. I appreciate your timely support. I appreciate your timely support. Thank you for your flexibility. Thank you for your flexibility. Thank you for your flexibility. はい、こんな感じですね。はい、じゃあ皆さんもね、ぜひ仕事場で同僚に感謝の言葉をかけてください。はい。まあこのようにですね、いろいろ日本語でもテンプレ的なこういうビジネスの難しい表現っていうのがあるんですけども、そして普段もう日本語ではね、パッパッパって皆さん使ってると思うんですけども、それをじゃあ英語にしようとすると結構ね悩む人もいるんですよね。そうですね。でも今日の動画見て、あ、なるほどね、こういうニュアンスでこういう流れで使えるなというのが分かりましたので、何度も練習して、柔軟性ってなんだっけみたいなのじゃなくて、 Thank you for your flexibility みたいなでなるように練習したいなと思います。そうですね、フレーズごともう使って暗記するとパーって使えるようになりますので、ぜひ皆さんもやってみてください、はい、この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。 See you next time!